今日はアップくんのモーニングルーティーンを紹介します。彼は朝がとても苦手です。毎晩10時過ぎまでは起きています。いつも布団の中で動いているので、隣で寝ている私は気になっていつも寝不足です。そして彼は足を上げて寝ます。寝ている時にかかと落としを食らう時は生命の危機を感じます。起きてくる時、彼は満面の笑みでそっと扉を開けます。手に持っている人形はお猿のジョージ。アップくんそっくりです。そして必ず全力のハグを要求します。これが彼のモーニングルーティーン。毎朝のスキンケアは欠かせません。ヒルドイドを手に出して乾燥した肌に潤いを与えます。最後の決め顔も重要なポイントです。ヒルドイドを塗ったばかりの顔を洗います。ベタつくお肌が気になるのでしょうか。うがいの水は下に出さずに前に出します。何度言ってもいやいや言って治りません。タオルの渡し方が偉そうで少し笑えます。起きてすぐ DVD をセットします。自動再生なので彼の方が先に起きた時には勝手に見ています。いつも慌ただしい朝食は果物、ヨーグルト、パン、ウインナー、そしておにぎり、それらを少しずつ食べます。すごい食べ合わせですが、朝の栄養補給は欠かせません。最後にウクレレを練習してモーニングルーティーンは終了です。それではお出かけをしてきます。行ってきます。